スル TV ゼレゼレとスルスルです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、もうそろそろ今年も終わりますよね。今年が終わる前に行かなければならなかったお店はこちらです。ドン、 JR 関内駅から徒歩4分くらいのところにありますヘチカンさんにお邪魔してます。横浜方面の超有名店ですね。昼はラーメン屋で夜は日本酒も出すラーメン居酒屋的なお店ですね。豊富な和え玉もめっちゃ魅力的ということで早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあヘチカンさん、毎日メニューが変わる注文制です。今回は境港産煮干しそばとうずらトッピング、さらに和え玉をハーフで両方お願いしました。和え玉の味が全然想像つかないぞと思って待っていた。こちらがヘチカンさんの境港産煮干しそばのうずらトッピングです。ピー、香り高い煮干し色のスープに綺麗に添えられたレアチャーシュー、シンプルにうまそうだぞってことでいただきます。さあまずはスープから。おへー、超バランス型で煮干しの旨味と塩分を最高にちょうどよく味わわせてくれるスープ、ほんのりとした甘みもリライトしていて激うまって感じです。さてこうなりゃもう麺だ。煮干しラーメンらしい細麺をそぞろー、パパーン。固めの茹で加減で小麦も感じられる、まさに千麺に一度の麺。スープもしっかり持ち上げてくれてズバズバすすっちゃいますよ。ではお次にレアチャーシューをパクリ。肉自体にしっかりした味がついていて柔らかさもバリバー。これは藤子ちゃんのために盗んでおかないとね。さあ和え玉が控えていることを抜きにしてももうどんどんすすっちゃって、レアチャーシューを挟んだりしているともう麺は完食。可愛いうずらを食らえば和え玉の合図。まずは黒酢の和え玉の登場です。その名の通り黒酢が入っており、おろしニンニクや玉ねぎとしっかり混ぜ合わせればよっしゃそうする。ふもん、酸味とニンニクのインパクトがバチカン四国の人口密度のようにギュッと濃縮されていてかなりイケイケ。煮干しスープに絡めてみても酸味がしつこすぎず絶妙なマッチングです。さてもう一度うずらを食らったら次の和え玉の合図。2番手はニラの和え玉です。こちらにはニラのペースト、そしておろしニンニクや玉ねぎが入っており、こちらもしっかり全体を混ぜ合わせたらレッツゴー、スタートバヨーン。意外と癖がなくスッと体に馴染む美味しさ、緑色だからなんか体に良さそうな気もしますよね。てなわけでラストにうずらを食らえば完食の合図、完食です。大変美味しくすれました、超絶うまかったとだけお伝えしておきましょう。それではごそれ、はい、ごちそうさまでした。いやー、ヘチカンさんに行ってきたんですけれども、めっちゃうまかったですね。今年の終わりにガチなやつ来たなーっていう感じですね。スープは淡麗の煮干しで、旨味塩分ともにしっかり出ていつつも、ちゃんとバランスも取れてるっていう、めっちゃハイクオリティで超うまいスープでしたね。マジでなんで今まで来なかったのかなーっていうぐらい超うまいスープ。本当にうまかったですね。和え玉も黒酢とかニラとかすごい飛び道具系なんですけど、単体でそのまま食べてもうまいし、もちろんスープと一緒に食べてもうまいっていう、ハーフサイズもできるんで、一回行ったらやっぱちょっと全和え玉制覇しておきたいですよね。限定も結構な頻度でやってるので、行くたびに楽しめるお店なんじゃないかなと思いますね。ぜひまた来たいと思いました。ごちそうさまでした。それではスルの公式キャッチフレーズ、ヘチカンさん。うますぎてもう、わかんないわ。はい。